とことんとこいととアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1月の19日木曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンあるある、イエー、冬剪定で思わず切りすぎてしまうことがある皆さんありませんか？冬剪定で思わず切りすぎてしまうこと。ちょっと今日はねその辺気をつけて、ブッシュローズの剪定ですね、木立製のバラの剪定、あちらの桃花剪定やっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょうね。こちらなかなかの大株ですけども、まずはね半分ぐらいにバッサーっとカットしていこうと思います。はい、ビニバラ頑張って咲きましたねあー、とってもいい香りがします。桃花最高です。うん、ちょっとね、はい、細枝とか枯れ枝とかね、カットしてたらね、だいぶ半分以下ぐらいになりましたけども、だいたい3分の1ぐらいでしょうかね。それぐらいの雰囲気でカットしましたよ。なんかいつもね、ちょっと切りすぎちゃったかなと思っちゃうぐらいの剪定なんですけどね。なんだかね、こういう混み合ったところも迷うとこなんですけどね。まあこういう混み合ったところは、まあこの辺はカットしておきましょうかね。よいしょ。でこういう枯れたところをカットという感じでしょうかね。ここもカットと、はい、こんなところでしょうか。はい、ちょっとねこういう細枝も取っておきましょう。はい、とりあえずこんな感じで一次剪定は終了といたしましょうか。さあ、せっかくビニバラで咲いてくれた桃花の香り、ゆっくり楽しんでいこうと思いますよ。あー、とっても甘くてフルーティー最高だねくーちゃん。もうね、この寒い中頑張って、はあ、こうして咲いてくれるバラたちありがたい。もうまさに香りのバラのアイスクリームやー、アイスクリームやー。本日の動画いかがだったでしょうか。桃花バッサーと剪定していきましたけどね、ちょっと切りすぎかな、そうじゃないかなぐらいでやっておきましたよ。いつもちょっとなんか切りすぎちゃうかなと思うぐらい切っちゃうんで、今回はちょっと控えめにしておきました。去年コガネムシにやられてかなり根っこをやられてしまったももかなんでね、復活を遂げてくれたんで、ちょっと今日は少し浅め剪定ぐらいにしておきましたよ。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。
お父さんお花屋さんね。はい、これが分かった方は外のジブリ好き。